国家再編成プロセスと呼ばれるは、1976年から1983年までアルゼンチンを支配していた軍事政権の指導者たちが使用していた名称である。アルゼンチンでは歴史上何度か軍事政権が統治していた時期があったので、これは最後の軍事政権、あるいは最後の独裁政権として知られている。アルゼンチン軍は直前に他界した ペロン大統領の支持者たちの間で発生した暴力的な党派対立の最中に1976年アルゼンチンクーデターで権力を掌握した。軍事政権は汚い戦争を続けた。1982年にフォークランド紛争でイギリスに敗北した後、軍事政権に対する反発が強まり、1983年に政権は崩壊した。軍部は 歴史上アルゼンチンの政治において常に高い影響力を持っており、アルゼンチンの歴史は頻発し長期化した軍部支配に結びつけられていた。三度も大統領に就任した人気の高い指導者、フアン・ペロン自身は1943年のクーデターで権力を掌握した陸軍大佐だった。ペロンは資本主義でもなく共産主義でもない第三の道としていたナショナリズム。 つまり、正義主義と呼んでいた新しい方針を促した。直接選挙で大統領に再選された後に、ペロンは1955年に、リベルタドーラ革命によって追放され亡命生活を余儀なくされた。権力の弱い政権が何度か続き、その後に7年間の軍事政権が崩壊した後に、ペロンは、フランコ時代のスペインに20年間の亡命生活の後に、 ペロニ支持者間での分裂や政治的に動機づけられた暴力など激化する動乱の最中にアルゼンチンに帰国した。彼はウハペロニスタ運動の頃にエセーサ虐殺が起きた1973年6月20日に帰国した。ペロンは1973年に民主的に大統領に選ばれたが1974年7月に死去した。彼の副大統領は 彼の3番目の妻、イサベル・ペロンだった。しかし彼女は、権力基盤が弱く無力な支配者だった。革命組織の一員で、極左派のペロン主義勢力モントネーロスの最高指導者は、軍部や警察、ペロン政権で、厚生大臣を務めロジピーニの一員だった、ホセ・ロペス・レガルによって設立され、死の部隊と呼ばれた、アルゼンチン反共同盟といった派の、 準軍事組織によって行われた抑圧に対する報復として激しい暴力政治的暴力をエスカレートさせた。状況はマルティネスが屈服し1976年3月24日にホルヘラ・ファエルビデラ中将を率いる軍事政権にとって変わられるまで増長していった。国家再編成プロセスという表現は当時のアルゼンチンの危機的な社会政治的状況の 制御を含有するために使われた。証拠のない告発による事例も多かった、イデオロギー的な理由や非合法な逮捕に基づいた強制的失踪は一般的になった。武装した兵士が現れて、アトランダムに人々の住宅を選んで荒らし回った。人々が政府に対し抗議したいという気持ちを減退させるために、警察は理由もなしに自動車を車線外に出し、 意味もなく民家にいた人を殴り説明せずに立ち去った。政府のスパイが大学に派遣され潜伏した。わずかに左翼的な意見を公然と述べた学生は単純に姿を消した。汚い戦争が終わった後に行方不明者捜索国会委員会によって行われた公式な調査では8,961人が犠牲となったと見積もられた。 強制的失踪の被害者デイセパレイシードスやその他の人権侵害は正確な人数がさらに多いに違いないという点に注意して、そして記録は軍当局によって消されたために報告されなかった。行方不明になった人々の中には妊娠した女性や赤ん坊が生まれた場合には軍人の家族によって非合法に養子にさせられた。1985年にアカデミー賞で 外国語映画部門で最優秀賞を受賞したオフィシャルストーリーという映画がこの状況を描いている。アルゼンチンの秘密情報機関国家情報事務局も同様にアウグスト・ピノチェとのチリの情報機関、チリ国家情報局に協力し、6万人以上の犠牲者を出したとされるコンドル作戦をはじめとして、アメリカ合衆国にあるその他の南米大陸の情報機関は、 同地での左に曲がった政治を絶滅させる努力を支援した。国家情報事務局は、ホンジュラスのレパテリケ基地、ニカラグアで、サンディニスタ政権を相手に戦っていたコントラも訓練した。体制は、立法府を閉鎖し、厳しい検閲を採用して、報道の自由や表現の自由を制限した。アルゼンチンが開催して優勝したサッカーの、 ワールドカップは人々を国粋主義的な見せかけに動員するためのプロパガンダとして利用された。腐敗、失敗しつつある経済、体制によって行われた激しく抑圧的な手段に対する世論の反発の高まり、そしてフォークランド紛争での軍事的敗北が1982年のイギリスに対するナショナリスティックな熱狂の中で国家を動員する意図を持って始められ、 体制の公的な印象を悪化させたとしばしば考えられている。最後の事実上の大統領、レーナルド・ビニオーネは陸軍内部の支持を失い、世論の高まる圧力を受けて選挙を行うことを余儀なくされた。1983年10月30日に選挙が行われ、ラウル・アルフォンシンが大統領に選出される形で民主主義が正式に復活した。 ビデラは、ホセアルフレド・マルティネス・デオスを経済閣僚に任命し、後に新自由主義として知られる方針にのっとって、国有企業を安定化させることを命じた。彼は、計画大臣ラモンディアス将軍によって反対された。ディアス将軍は、国家が重要な産業を保有するコーポラティズムの手本を好んでいた。ディアスが辞任しても、なお、軍部の将校の多くは、 国営企業への就職を望んでおり、マルティネス・デオスによる民営化の努力を妨害した。そうしているうちに、軍事政権は公共事業のために対外債務を膨らませ、社会保障に使った。マルティネス・デオスは、アルゼンチンの産業や輸出にダメージを与えるインフレーションを抑制するために、高い金利や過度なペソ高に依存することを余儀なくされた。 軍事政権の経済政策は同様に生活水準を低下させ、軍事政権が成立するまでは全人口の9%が貧困層で失業率は4.2%だったが経済格差を増加させた。フランス人ジャーナリストマリーモニクロバンはフランス外務省のアーカイブでアルジェリア戦争を戦った兵士たちによって構成される。 高級的なフランスの軍事的任務が設置されるという1959年のパリとブエノスアイレスとの合意がアルゼンチン陸軍に陸軍参謀総長の事務所を開設したという原本資料を発見した。彼女はバレリー・ジスカールデスタン政権がいかにアルゼンチンのビデラ軍事政権やチリのアウグストピノチェト政権に協力していたかを示した。緑の党の代理人、ノエル・マメール、 マルティーヌ・ビラールやイブコシシェは2003年9月10日に議会の委員会の要求に応じてエドアル・バラデュールが議長を務めるフランス国民議会の外交委員会で1973年から1984年までのラテンアメリカでの軍事政権に対する支持というフランスの役割について証言した。ルモンド以外の新聞はこの要求について沈黙を保った。 しかしながら代理人、ロランブルムは委員会の告発にマリー・モニク・ロバンの話を聞くことを拒否し、2003年12月にロバンによって最悪な箇所として修正された12ページの報告書を出版した。ロバンによってフランス外務省で合意資料が発見されたにもかかわらず合意は結ばれなかったと指摘された。外務大臣、ドミニク・ド・ビルパンは2004年2月に 地理を訪問ししフランスととと軍事政権との間で協力は一切なかったた主張したアメリカ国家安全保障アーカイブから発見された機密種別から外された電報は汚い戦争に対するアメリカが州国政府の態度を特にヘンリー・キッシンジャー国務長官の態度を明らかにする。キッシンジャーは1976年に軍事政権に伝えていたことを引用されていた。 ご覧なさい。我々の基本的態度は、あなた方に成功していただくことである。私は、友人が支えられるべきだという時代遅れの見方を持っている。アメリカ合衆国で理解されないことは、あなた方が内戦を戦っているということだ。我々は、人権問題について読んだが、文脈になっていなかった。より早く成功することがより良い。人権問題は大きくなりつつある。 帰国の大使はあなた方に通告する可能性がある。我々は強固な状況が欲しい。我々はあなた方に不必要な困難を起こさせまい。もしあなた方が議会が回復される前に終わらせることができるなら、それはより良い。あなた方が回復させる自由なら何でも助けるだろう。イギリスで行われた逮捕状の不成功な試みと同様に、 スペイン人ハンジバルタサール・ガルソンによって、ヘンリー・キッシンジャー元国務長官を行方不明者捜索の証人として呼び出す試みが行われた。プロセスの指導者たちに対する法的な告発や裁判の主導権を握っているアルフォンシン大統領の命令を受けて、彼らは1985年に裁判にかけられたが、彼らは1989年に、 カルロス・メネム大統領によって恩赦が与えられ、激しく、物議を醸した。軍事政権の将校たちの裁判が再開されると、恩赦法は2005年に違憲であると宣言された。軍事政権期の元海軍隊員、アドルフォ・シリンゴが、薬物中毒患者や政治的な反軍制派の裸の遺体を航空機から、大西洋に投げ捨てた件における彼の役割に関して、裁判にかけられた。 彼は2005年にスペインで人道に対する罪で懲役640年の判決を受けたカトリック司祭でブエノスアイレス警察のチャップレンだったクリスチャン・フォンベルニッヒは非合法な収容所で政治犯を拷問した容疑で2003年に逮捕されアルゼンチンの裁判所は2007年10月9日に彼に終身刑の判決を言い渡した2002年にアルゼンチンの議会は 独裁政権の被害者を追悼するために3月24日を真実と正義を記憶する日とすることを宣言した。2006年にはプロセスが始まった軍事クーデターから30年経ったことにちなんで記憶の日が祝日にすると宣言された。クーデターを思い出す行事は国中を通じて大規模な公的行事やデモによって記憶されている。 再編成期に4つの軍事評議会が成立し、それぞれに陸海、空3つの首脳が統率していた。ありがとうございます。